こんにちは、はるです。今回はワークシート上で行や列を非表示にしたり再表示したりするときに役立つショートカットキーを演習していきます。 Excel で作成した表を他のメンバーとシェアする際に完全に削除するわけにはいかないけれど、第三者に見せる必要はない情報を扱うときに行や列を隠しておく、そして作業するときは再度展開するということがよくありますよね。ただこうした一連の操作のために画面上を逐一マウスで行ったり来たりするのはあまり効率的とは言えません。そこで今回は行列の非表示と再表示を行う際に便利なショートカットキーをまとめてご紹介していきます。動画の後半では本編でご案内する列の再表示のショートカットが機能しない場合の対処方法についても触れていきますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルではビジネスの現場や人生に役立つ Excel スキルをより実践的なサンプルを用いて演習しています。有益なスキル講座を見逃したくないという方はぜひチャンネル登録をしてお待ちください。PC スキル全般を配信するセカンドチャンネルにもお付き合いいただけたら嬉しいです。それでは早速やっていきましょう。最初に行を非表示にする操作です。隠したい行に存在するセルならどこでもいいのでカーソルを置いて、ここでコントロールキーと数字の Q を同時に押します。これによって行が隠れます。列を隠す場合も非表示にする列にあるどれかのセルにカーソルを合わせて、今度はコントロールキーと数字の0を同時に押します。これで列が隠れます。コントロール Q で行が隠れて、コントロール0、0で列が隠れると覚えておくと分かりやすいかと思います。対して隠れている行や列の再表示は、ここまでのキーセットにシフトキーを加えるだけで実行できます。非表示になっている部分をまたぐように範囲選択して、コントロールシフト Q を押すと行が展開されて、同じようにコントロールシフト0で列が展開されます。なお、あらかじめ複数のセルを選択しておくと、その数だけ行もしくは列が隠れます。いくつかのセルを選択した上でコントロール Q、いくつかセルを選択してコントロール0といったイメージです。ただ、ところどころ行や列が非表示になっている表を改めて眺めてみると、どこに情報が隠れているか、パッと見ただけでは分かりにくいですよね。このブックをメンテナンスするメンバーが全員非表示にしている場所を把握できていればいいですが、いつ誰がこのワークシートを加工することになってもいいように、情報が隠れている部分は一目見て分かるようにしておくことが理想的です。こういう時はグループ化の機能を使っていきましょう。隠したい行または列にあるセルにカーソルを置いて、ここでシフトキーとオルトキーと右方向キーを同時に押します。するとグループ化のメニューが開きます。デフォルトで行が指定されていますので、行単位でグループ化する場合はこの状態でエンターを押します。列をグループ化する場合はアルファベットの C で指定できますが、先ほどこの画面を呼び出すときに右方向キーを押していますよね。実はそのまま右方向キーを使うことでも選択することができます。わざわざ C に手を伸ばすより早いので、良ければ使ってみてください。今回は行を指定してエンターで決定します。これによって行がグループ化されて、行見出しの外にアウトラインが表示されます。グループ化した部分を非表示にする手順はさっきと同様コントロール Q です。再度展開する場合は隠れている部分をまたいで選択してコントロールシフト Q ですね。列でも同じようにやっていきましょう。シフト、オルト、右方向キーでグループ化のメニューを開いたら、そのまま右方向キーで列を指定してエンターで決定します。コントロール0で非表示、コントロールシフト0で再表示ですね。非表示、再表示を切り替える部分が分かりやすくなりました。またグループ化というくらいですから、複数行、複数列にまたがって使う場面も多く発生します。あらかじめいくつかのセルを選択して一連のキーセットを実行すると、このように同じグループとしてくくられます。さらにすでにグループ化された部分を含む範囲を再度グループ化すると、階層ごとにグループが生成されます。なお、あまりにたくさんのグループ階層を設定するとアウトラインのエリアがどんどん肥大してしまいます。このアウトラインはコントロールキーと数字の8で隠しておくこともできますが、結局どこを非表示、再表示にすべきかわからなくなってしまいますので、多くても2段階程度に収めておくことをお勧めします。対してグループ化を解除するには、シフトキーとオルトキーと左方向キーでグループ化の解除メニューを開きます。行の場合はこのままエンターで決定します。これによって指定した箇所のグループ化がリセットされます。複数の行にまたがっている場合は、該当の行数分だけ範囲選択した上でグループ化の解除を実行します。列のグループを解除する場合は、シフト、オルト、左方向キーでこの画面を開いた後、さっきの右方向キーに代わって左方向キーでも行列を切り替えられますので、列を指定してエンターです。さて、ここまでご紹介してきたグループ化に関する一連の操作に関して2点補足しておきます。1点目は、複数の離れた箇所に同時にグループ化、もしくはグループ化の解除を適用しようとしても、残念ながらそれはできません。ポップアップにある通り、1つずつ範囲指定していきましょう。
2点目はグループ化並びにグループ化の解除機能を呼び出す前に対象の行列を選択しておくと、それぞれのメニューを開かずに指定した箇所をグループ化または解除できるということです。どういうことかというと、例えば半角英字の入力モードでシフトキーとスペースキーを押して行を選択した上でシフト、オルト、右方向キーを実行すると、選択した行がすぐにグループ化されます。先ほどは最初にグループ化のメニューを開いてから行を指定するという順序でしたが、今回は先に行を選択していたため、グループ化するのは行なんだなと Excel が判断して自動的に行単位でくくられるんですね。列の場合はコントロールキーとスペースキーで列を選択してシフト、オルト、右方向キーです。グループ化を解除するときも考え方は同じで、シフト、スペースで行を選択してシフト、オルト、左方向キー、コントロールスペースで列を選択してシフト、オルト、左方向キーですね。やりやすい手順で実践していきましょう。それでは最後に、ここまでやってきた行や列の非表示、再表示についてもあるコントロールシフト0で列が再表示できない場合があるという課題について触れていきます。 Windows OS ではある時を境に IME 切り替えのキーにコントロールシフト0のキーセットが割り当てられたことで、 OS のバージョンと Office のバージョンの組み合わせによっては Excel で列を再表示するというショートカットキーが機能しなくなってしまったんですね。なお、IME とはインプットメソッドエディターの略で、一つのキーボードではカバーしきれない大量の文字を入力するためにキーボードレイアウトを変換するソフトウェアです。Excel にとどまらず、Windows PC 自体の入力切り替えを担当するキーが変わってしまったんだとだけ理解していただければ大丈夫です。ちなみに、この課題の解決策として、次のような手順がよく紹介されています。最初に画面左下のスタートメニューから設定をクリックして、Windows の設定画面にアクセスします。この画面は Windows キーとアルファベットの I でも開けます。続いてデバイス、左側の項目一覧から入力を選択して、キーボードの詳細設定、入力言語のホットキーと順に選択していきます。するとテキストサービスと入力言語というメニューが現れて、デフォルトでキーの詳細設定というタブが開かれます。そして右下のキーシーケンスの変更をクリックすると、このような画面に遷移します。ここでキーボードレイアウトの切り替えを割り当てなしに設定すれば、列の再表示にコントロールシフト0が使えるようになるというものです。この設定によって一時的に解消される場合もありますが、しばらく経つとまた使えなくなってしまうという症状も多く見られます。キーが引かなくなるたびに、今ご案内したような設定メニューの真相にアクセスして、一度割り当てなし以外の項目にチェックして、そして適用、その後再度割り当てなしをオンにするという作業を繰り返す必要があるので、相当面倒ですよね。そんな時のために Excel に実装されている他のキー操作をチェックしておきましょう。まずは列を再表示するアクセスキーです。行、列の非表示と再表示のコマンドがどこにあるかというと、ホームタブのセルグループにある書式の中の非表示、再表示、ここですね。こちらに列の再表示があります。このコマンドにアクセスするには Alt HOUL と順に押していきます。これによって隠れていた列が展開されます。今使ったホームタブの書式メニューは Alt HOI で実行する列幅の自動調整や、 Alt HOR で実行するシート名の変更も管轄しているので、 Alt HO までは実はよく使います。ただ Alt HOUL ってひたすら長いですよね。各キー同士は比較的近くに集まっているので、慣れれば押しやすいですが、最初のうちはだいぶ抵抗があります。そこで列の再表示を使う機会が多い方であれば、クイックアクセスに登録してしまうという手もあります。リボンの左上にあるこのエリアがクイックアクセスツールバーです。よく使うコマンドをここに登録しておくと、オルトキーと数字だけで呼び出せます。実際に列の再表示を登録していきましょう。さっき使った書式メニューを開いて、非表示、再表示、列の再表示にカーソルを合わせて右クリックを押します。すると、クイックアクセスツールバーに追加という項目がありますので、こちらを選択します。こうすることで、クイックアクセスツールバーに列の再表示が登録されます。あとは、オルトキーと登録されている順番に応じた数字を押せば簡単に実行できます。今回は左から1、2、3番目に配置されていますので、Alt 3ですね。合わせて押さえておきましょう。以上のように、今回は行や列を非表示にしたり、再表示したりするときに役立つショートカットキーをご紹介しました。情報を隠したり、展開したりをシーンに応じて簡単に切り替えられるテクニックですので、皆さんの日々の業務に合わせて、ぜひ使ってみてください。そして、今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。本日の講座は以上です。